ナープルステック博物館は、チェコ共和国プラハにある博物館である。英語表記では、ナプステックミュージアム・オブ・アジアン、アフリカンアメリカン・カルチャーズ。プラハの国立博物館の常設館の一つで、アジア、アフリカ、およびネイティブ・アメリカンの美術、工芸、民族資料を所蔵する。博物館の建物は、プラハ旧市街にある酒の醸造施設、ウハラアンクーである。 この博物館は、1874年に、私立の産業博物館、ボヘミア工業博物館、プラハ、e、EU、2019年4月19日閲覧。田中光子。プラハを歩く岩波新書757、岩波書店。創立者の名前は、ボイタ以外の表記も見られる。ボイチェック、ボイジハ、ボイテーフ。ありがとうございます。